中間質量、ブラックホールとは、その質量が、構成質量、ブラックホールよりも著しく大きく、かつ超大質量、ブラックホールよりも、はるかに小さいブラックホールのこと。2013年現在、中間質量、ブラックホールが形成されるメカニズムには、不明確な点が多いことから、構成質量、ブラックホールや、超大質量、ブラックホールと比べて少ない理由もわかっていない。 中間質量、ブラックホールは、構成質量、ブラックホールと同じように一つの星の重力崩壊で生ずるには重すぎる。また、超大質量、ブラックホールを形成すると思われる銀河中心部の高密度高速度といった極端な環境を書く。中間質量、ブラックホールの形成には次のようなシナリオが提唱されている。銀河系の中心にある超大質量、 ブラックホールのいて座栄の周辺には中間質量ブラックホールの G シアーズ 13E が好転している可能性がある。2012年2009年に発見されたブラックホール HLX-1 が初めて中間質量ブラックホールと確認された。アンドリュー・ファゼカシュ、初の中間質量ブラックホールを確認。2013年3月22日閲覧。 ありがとうございます。